本日1月7日の0時より新春育成応援キャンペーンというのがやってますね。こちらをやっていきましょう。これも以前にあった形式ですね。乱戦形式のやつですね。こちらちょっとしたミニイベントになってます。あとこちらもですね、こちらも0時から開始です。筆頭新刊と七賢者限定のランダム確定チケットですね。こちらのイベントがやってます。ガチャのイベントです。まあこの短期間に七賢者とこの筆頭新刊最大2キャラ当たるというのは大きいですね。性能がだいぶ変わったスキルなので、持っていないよりは持っていた方がいいですね。で本日よりシーズン2が始まるこちらですね、ゆるキャンのガチャも追加されています。こちら記念なんでね、ぜひ引ける人は引いてみてくださいね。僕も引きますよ。こちら第1弾って書いてあるのは第2弾もあるみたいですね。対象キャラクターはこんな感じになってます。常設となんと限定も入ってるんですね。これはいいですね。僕はリンちゃん持ってます。僕はこのカレンは持ってたんですけどね、リンちゃんの荒野の旅人は持ってないですね。これ当たるといいですね。行きましょう。僕はこんな感じに収集クエストは全てクリアしてあります。こちらは風属性で回っちゃえば手取り早いですね。で専用武器のスキルなんかを上げるのにもちょうどいいです。でチケットが溜まっていたんでこちらですね、乱戦クエストやっていきましょう。こちらは土属性と水属性ですね。つまりは火と水がいると不安な感じですかね。でこちら通常のイベントとは違ってこんな感じですね、新芽とかが落ちます。まあ、育成キャンペーンなんでね、まあ、せっかくなのでこんな感じのパーティーで回ってみましょう。七賢者とアルシーブ様を見ますよ。行きましょう。途中までオートで行ってみましょう。これオートで枯れるかもな。行ってみましょう。気を引き締めていきますよ。こちら全員専用モーション持ちですね。この辺柔らかいですね。後方より援護する。普段シュガーだけど攻撃は甘くないよ。これは案外サクサクいける感じかな。あ、もうスタンも取れちゃいますね。図にならないでください。柔らかい柔らかい。勝機はこの一瞬にある。うん、あ、柔らかいですね。全然でしたね。手加減せぬ。ここで排除します。撃たれて乗れる。手加減せぬ。まあ、ラストだけ取っておき使ってみましょうね。ここで排除します。手加減せぬ。よし、この展開も計算通りです。まあ、せっかくなんで3連発いきましょう。こうこうこうですね。ここが勝負の分かれ目。待てー、こらー、そのお菓子はシュガーのだぞ。完成、食いしん坊だ。これで決めちゃうよ。ドッカーン。にゃー、楽しかった。全員集合です。ソルトの作戦に間違いはありません。進撃開始。これでおしまいだ。よし、ラスト。無限魔法ごくり、転移無法、原符設置、魔法陣展開、いざ尋常に。豊かたとなり。こんな感じでした。勝って兜を脱がないで王を締めよ。こちら弱点属性を入れなければこんな感じに簡単に枯れますね。さすが育成イベントです。初見で濃厚クリアできました。ありがとうございます。で僕本当はこの辺も行きたいんですけどね、この辺の七賢者とアルシーブの重ねなんかもそろそろ意識した方がいいのかななんて思ったんですけどね。あとこちらの選択式ですね、毎年のやつなんで。ただ今回はゆるキャンのシーズン2も始まるということなので、まあ、記念にこちら引かせていただきましょう。少し石が足りないですね。追加しちゃいましょう。せっかくなんで松田県名全部いっちゃいましょうか。ですね、松田県名全部いきましょう。よし、 OK ですね。よし、ではこちらですね、
ゆるキャンの確定チケット付きの10回召喚ですね。こちらランダムです。ではやってみましょう。ここはフリーですよ。結果はこんな感じ。メインはこちらですよ。するとこんな感じにガチャの画面が変わります。では引いていきましょう。対象はこの5キャラクターですね。 20% ずつという感じになってますね。では行きましょう。まあこれはどれが来ても当たりですね。行きましょう。ここもフリーですよ。あ、何が来る？ナイト。おいちゃんかな？お？なんかメッセージ違わないか？かぶりですね。やっぱり葵ちゃんですね。ありがとうございます。これでもいいんですね。今夜のシーズン2も期待していますよ。よし。で、前々から気になってたんですが、こちらのステップのガチャですね。残り2回引くと確定のチケットが出るというものなんですね。こちらも引いちゃいましょうか。引いてみましょう。さあ、何が来る？かぶりですね。ありがとうございます。これも嬉しい。意外なところで来てくれましたよ。ありがとうございます。これで確定という感じでいいんですかね。じゃあ7ステップ目いきましょう。こういうことですね。つまりは無償で1回10回召喚やってるときは1200個ですね。必要みたいですね。で、こんな感じに星5の確定チケットですね。しかも今回は限定ですよ。手に入ります。以前にやっていたゲームのステップアップの70連目がレア確定じゃないなんて頭のおかしいことやらされてたんですけど、あんなのよりはだいぶいいですね。では引かせていただきましょう。こちら確定です。まあランダムでも星5ですかね。いただきましょう。ありがたくいただきましょうね。これですね。こちらもフリーです。さあ、何が来てくれるかな？魔法使いか。お、またかぶっちゃいましたね。あれです。これは育成してくれということかな。サブアカのカホちゃんは専用武器もマックスにしてありますね。レベル100が解放されてますよ。こちらも育成していきましょうね。まあなんかのフラグでしょうから育成しておきます。なんだろう、今年はカホちゃんと相性がいいな。ありがとうございます。まあ今年の正月はこんな感じになってます。まあ、参加できる人はぜひ参加してあげてくださいね。面白い感じになってますよ。あと後日談も開放されているのでよろしく。